足に向けて内太ももに効くストレッチを紹介していきたいと思います。イエーイ。まあ、いつもはだいたい10回ぐらいでやってるこのチャンネルなんですけど、今日ちょっとハードモード20回ずつやっていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。反対いきます。できるだけね、足はこっち側に立てるのがポイントです。いきます。せーの、かかとを上にこうすると足がより上に上がるような気がします。足がこれどんどんね、上に上に持っていくような感じで寝ます。もうこれだけでめっちゃ絶好。これぐらいが本当はもうね、だって素だったらすごい太ももがめちゃめちゃ効いている感じがします。次はですね、寝転んだ状態で足を上に上げて1、2、3、このようにね、し足をパカパカさせます。5、6、7、8、9、これも20回やります。10、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ということで今回は内太ももに効くストレッチトレーニングをやってみました。皆さんもね、ぜひテレビ見ながらスマホ見ながらとかでもできるのでやってみてはいかがでしょうか。ということで今日も見てくれてありがとうございます。高評価とチャンネル登録、そして私の Twitter、Instagram もフォローよろしくお願いします。くーちゃんでした。バイバーイ。